皆様こんにちは、ナイガウチです。今回はマイケルコンボイのカラビニコの動画のことについて紹介します。今回はケロロ軍曹でゴジラパロディを見つけましたので比較してみましょう。いかなる点でも一つ確認された場合、ちなみにゴジラ側の素材は見つけにくかったので写真だけの場合もあります。動きなど物理的に確認された場合、音声はケロロ軍曹オンリーです。 G が日向家に侵入することが確実とされた場合、今ここに対 G 迎撃部隊を結成する。その名も G フォース。スケスケ博士、作戦開始であります。あ、分かったっけ、ケロ君。首都防衛対 G 移動要塞スーパーちょめちょめ発進。これはゴジラ1984年のゴジラに出た兵器です。発進だぜ。こっちはビオランテに出ました。なんだあれは。ネバネバだ、発射です。もう一台来やがったぞ。ちょっとやだ。くそ、ハサミ打ちか。おめめキラキラミラー展開。これはゴジラの熱線を反射するために作られたものです。だったらお望み通り。キラだ。お。早速作っておいた。去年の夏に退治した G の外骨格をスペースチタニウムでコーティング。特殊装甲に加え絶対レード砲も装備したスーパーメカ、その名もメカ G。 ゴジラ X メカゴジラの時に出た機銃が元ネタです。実際ゴジラの骨から作られています。ミサイルです。何だったのあれ。サーナ、行くぞ。メカ G、 原因不明の暴走を始めてしまい自滅。ゴジラの心が宿り結果的に暴走しました。これは言い過ぎだ、ケッケロ君。メカ G がダメだとするとよ、クモとよ、カマキリとよ、エビとよ、そしてヘドロを奴らにぶっつけて。ゴジラ、ファイナルオーズが求めたです。出てもやるぜ。お前たちを許しはせんぞ。ゴキブリカチュー元ネタラの希望。ガイガー起動。これはメカゴジラの逆風が元ネタです。ギロロ5丁ひねてねずみガキガキ。細かせじん。 G が3匹に増えました。なんじゃそりゃ。スキャスキャ博士、こうしちゃいられないであります。ちょっとしつこいな、ケッケロ君。回収作戦 G 消滅作戦開始だぜ。どうだ、嫌われ者になった気分は。お前たちを元の姿に戻せるのはこのゴキブリ果汁のみ。え、
これはゴジラ対メガビバスギー消滅作戦のディメンション態度です。なんだあれは。どうもこんにちは、マイケルコンボイです。前のイナズマイレブンの動画でラブライブの批判を書いてしまいすみません。動きをつけます。今回はここまでです。ご視聴ありがとうございました。